จำนวนของญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ประเทศไทยมากกว่า1,000 คนแต่ต้องบอกว่าไม่มีชีวิตที่มั่งคั่งคงอื่นสาเหตุมาประเทศไทยก็คนละคนคนญี่ปุ่นพวกเขาคิดยังไงถึงมาประเทศไทยลองถามพวกเขาดีกว่าคุณทำไมมาถึงไทยคลิปนี้เป็นคลิป EP 238คุณมีมูครับถ้ามีใครยังไม่ดูคลิป EP หนึ่งอย่าลืมดูคลิป EP หนึ่งด้วยนะครับ男性的にはどうですか日本人とタイ人男性的にどっちの方がいいと思いますか選べないなだって両方なんかいいじゃんねでもなんかタイの男性ってすごくこう多分なんていうの国民性かもだけど例えばその思ったことすぐ言うっていうかなんていうんだろう例えば私のことが好きってなったらもう好きって可愛いってコメントするでも日本の男性ってしていいねぐらいでコメントまでなかなかたどり着かないっていうかだからインスタとか TikTok とかも YouTube もだけどほぼほぼタイ人のコメントしかないっていうか、うん、なんかストレートなんか軽いっていうのかななんていうのなんか多分思ったことをあげずに言うんじゃないですかねうんそうそんな感じなんか僕がそのタイ来たばっかりの時に「飯食いに行く?」って、うん、友達だと思ってたタイ人に「あ、行かない行かない」って言われて「おお」と思ってびっくりしたんです、うん、びっくりしたんですけど、まあ、そういう「行かない」って、まあ、日本人だったら言わないじゃないですか、うんあ、遠慮するみたいな今日はちょっと行きたいんだけどでもちょっと行けないわみたいに意外がちょっと面白いよねそういうの最初は結構びっくりしましたねそうなんかストレートだからなんかそういうところは好きかも、うん、でも日本人は日本人ってなんか優しいところがあるから、言葉がついてるから余計なんか何考えてるか分かるっていうのもあるけど、どっちにもいいとこがある。東部。ビームさん、7、8年タイに住んでる中で、なんか一生に残った旅行、タイの国内旅行とかってなんかあったりするんですか？なんか島に一人で行って、ラント、聞いたことある。パタヤのなんか先に船に乗って行くところになんか行きたいってなって一人で行って、そうでそこってもうタクシーとかない。でなんかタクシーがない代わりにバイクタクシー、うん、しかなくってでもそれも船が降りたところにしかない、うん、で最初はなんか海に行きたいって思ってて、うん、でそのホテルから海は歩いて行けるのかなと思って一人で歩いてたんだけど意外と遠くってつかなくって勘で進んでったんですかあ、そうそしたらなんか犬に追っかけられて野良犬に追っかけられてわーって言ったらおじいちゃんみたいな人にたどり着いて海にいたはずだそう、おじいちゃんにたどり着いておじいちゃんに海に行きたいんだけどどっちに行ったら行けるって言ったら結構遠いよって言われて連れてってあげるからここで待ってなって言われてなんかそのおじいちゃんの孫みたいな人がバイクで連れてってくれたの、海に。海で一人で遊んでたんだけどまた犬に来て結局犬と遊んでたんだけどなんかそうこうしてたらあもう暗くなってきたから帰ろうって思って、で帰ろうと思った瞬間にもう真っ暗になった、いきなり。いや、そんなことある？ある？帰ろうと思ったらパーッと。そうそう、なんか急に真っ暗になってあ、怖いってなって、そういえばタクシーないと思って、どうするんだろうと思って、バイクの人がいっぱいいたの、海にも。でも私が行った時にはもういなくって、やばいってなって、でそこにいたなんかカップルの人たちにご飯食べてて、その人2人しかいなかったんだけど、もうタクシーいないって言ったら「いない」って言われてなんか冷たかった、すごくそこの人は冷たかったんだけど、そう冷たかったので、この2人になんていうの、助けを求めても絶対助けてくれないって察したから、このままじゃダメだと思って、一人でなんか記憶をたどって、そのなんていう来た道をたどってた。でも島だからもう街灯とかもなくて、もう本当に真っ暗、めっちゃ怖くって、なんか携帯で地図を見るけどなんで分かんない、暗いから。でどうしようって思ってたら、前からそのなんか光がどんどん近寄ってきてバイクだと思って、この人を逃したらもう私はここで野宿になってしまうと思って、何したかって言ったら、バイク来てたのこうやって止めて、止まってって言って、そしたら止まってくれて、帰れなくなったから、明るいところまででいいから送ってってほしいって言って、って言ったら、なんかその人すっごい優しくって、でなんかご飯食べたのって言われて、ご飯食べてないって言って、じゃあその辺の美味しいレストランまで送ってあげるって言って、それでそこのレストランまで連れてってくれて、でお金渡すって言うけど全然大丈夫だよって言って、めっちゃクールで優しい人だって、でなんとか帰れたっていう。帰れたっていうか、そのレストラン行って、レストランからホテル行く時も迷子になって、また違う人が助けてくれて帰れたんだけど、なんか本当に優しい人の塊だった。乱闘はみんな優しい。カップルもついてね。あ、そう、忘れてた。その人のこと。確かに。僕も昔から東京住んでたんですよ。あ、そうなんだ。なんですごい、なんかその東京の人たちと比べるとすごい優しさがありますよね。うん。東京で困ってたところで助けてもらうことができないじゃないですか。でも東京で困ることあんまなくないですか？ないです。ないよね。便利すぎてあんまり。逆に困ったとしては助けてくれるかなって想像したら多分助けてもらえないかなと。だから逆に今まで行った中で一番良かったところは。良かったところ？プーケットとか好き、海、チェンマイも好きだけど島が好きですね。海が結構好きで、基本一人で行かれるんですか？彼氏いないから彼氏もすごい長い子いないからもう一人で行っちゃうんですよ。なんかほら、友達とどっか行くってなっても予定立てないといけないじゃん、一緒に。でその予定がじゃあこの日ダメ、じゃあこの日ダメとかってなってると、その間のあれがもったいないっていうか、どこも行っちゃう、行きたいって行っちゃう行っちゃうんですよ。ちょっとこれ聞いていいのか分かんないんですけど、生きてきますけど、タイ人彼氏がいたことはあるんですか？あ、タイ人彼氏いたことある。あるんですね。一人だけ。どうでした？優しい。優しさの塊。優しさの塊。で、その7、8年間住んでて、ちょっともうその日本買いたいなみたいに思ったことはないんですか？そもそもタイに来る前は日本があんまり好きじゃなかったっていうか、インの方が好きっていう感じだったんだけど、そのコロナで日本に帰らなきゃいけなくなったタイミングで、日本にいたらそのやっぱ家族ともすごい仲良しになって、うん、でなんか今までタイにいるから自分は幸せなんだなって思ってたんだけど、なんか別に場所は関係ないというか、その日本にいても幸せに思えるようになったっていうか。うん、だから両方楽しいみたいになっちゃった、はい、うん、でなんかそのコロナの間に今化粧品の仕事もしてるんですけど、はい、うん、化粧品の仕事一生懸命頑張っていて、はい、うん、楽しくやってて、はい、なんかそっちめちゃくちゃ盛り上がって、はい、その時ぐらいかな、なんか CM の仕事はもうしたくないなって休みたいなって思ったタイミングだったから、なんかタイに戻って何するんだろうってなっちゃった。あ、そう、化粧品の仕事って何もそう、うん、でタイは好きだから戻るけど、別にこっちでやりたいことがないっていうか、うん、ないのに戻って何するんだろうって考えた時にないってなってでなんかじゃあ日本に帰ってこようかなって初めてなった、その時、はい、うん、本当ごく最近の話。あ、そう。それで帰るってなって、じゃあこっちのタイの荷物を全部引っ越すのに最後もう一回行こうってなって。はい、来たんだけど、その時になんかたまたま撮ってた動画、はい、タイで撮ってた何気なく撮ってた動画を TikTok にポンって載っけたら、はい、それがめっちゃバズっちゃって、そしたらなんかタイ人のファンがブワーって増えて、はい、そう、それでなんかそのコメント見たらなんか可愛いってすごく言ってくださってて、そのなんか全然なんていうんだろう、難しくしたことじゃなくて、本当こういう感じで普通に喋ってた簡単なことだそれがなんか可愛いって言ってくれたり、癒されるって言ってくれたり、もっと見たいって言ってくれたり、なんかすごく応援してくれる人が一気に増えて、そうでなんかその時に感じたのは、自分がこんなに難しいことでも何でもない簡単なちょっとこうやってタイ語喋っただけのことで、こんなにもたくさんの人がなんか笑顔になってくれたり、笑ってくれたり、なんかもっと見たいって言ってくれたりとか、そういう気持ちにできるのに、それを聞いて帰ることが本当に正しいのかなってなっちゃってそうだってさ、日本で別に喋っててももっと見たいって言われることとか別にないから、うん、だからなんかこんな簡単なことでみんなが笑顔になってくれるんだったら、なんかもっとみんな笑顔にしたいみたいな、うん、感じになって、だってさ36歳なのにさ、こんなにたくさんの人にさ応援してもらえるなんて、なんかありがたいというか感謝しかないから、うん、なんかそれで今はこう恩返ししたいみたいな気持ちになってるから、うん、だからなんか一旦変えるのやめて拠点を2つにしようと思った。なるほど。こっちも好きだしこっちも好きだから行ったり来たりすればいいって思って、はい、うん、でも結局そのこっちに戻ってきたタイミングで行ったらもっと痛いもっと痛いもっと痛いみたいになっちゃって飛行機キャンセルしまくって伸ばしまくってて、あ、これはもう帰らなくていいなって思ったからそうそれだけでやめて、こっちの家を解約して、つい最近ね、それ10月とかの話、解約して全部引っ越して最近また戻ってきたって感じ。なんかようやく落ち着いたって感じ。36なんですか。36 36歳なんですか。36です。すごいっすね。嬉しい。若さの秘訣は何ですか。あ、だからその化粧品をじゃあ15歳の時から21年間使ってて、それすっごくよくって、だからそれを今タイでも販売したいなと思って。なるほど。化粧品会社のマダムみたいな。そう。じゃあその今後タイでやりたいこととかっていうのも必要になるんですよね。そう、YouTube とか TikTok、 とにかく応援してくれる人をお返ししたい、っていうのと、化粧品こっちで売りたいっていうのと、何でもチャレンジしたい。だからそうやって歌を歌ってみんなが元気な歌を歌いたいし、でも表現するのは好きだから、そういうのを続けていきたいとは思う。力を入れてるのはどれになるんですか。 YouTube ですか、 TikTok ですか、 Instagram ですか。なんか YouTube に力を入れたいんだけど、編集してくれる人がいなくって自分でやってるのね。それが結構辛くって全然進まないっていうか力入れたいけど入れてないみたいな。そうだから今探しててTikTok はなんかそんな、なんていうんだろう、そんな難しいことしてないからあれなんだけど、僕はみーぽんさんはこの TikTok のフォロワーが TikTok で欲しいの。嬉しい。嬉しい。半分かー。もう YouTube も全部やってると思う。やりたい。とりあえず皆さん YouTube も TikTok、Instagram も全部フォローしてくれと。はい、フォローお願いします。お願いします。フォローお願いします。それではみーぽんさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。カップンカー。